どうも皆さんこんばんは、爆笑問題田中裕二です。 A グループの弟分の B グループです。なんでしょう一番言われたくないよ、 A グループが。何 ?B グループ。B グループです爆笑だからほら。爆笑問題。B グループです爆笑の B なの。うん、そうですよ。もちろん。B グループ。B グループですっていうね。それで俺、サンジャポでね、A グループ。小島。はい、小事件。小事件。はい。小事件っていうのが来てくれて。かっこよかった、小事件。かっこいいよね。ほんとかっこいい。やっぱすごいよね、やっぱりね。どんどんかっこいい人がさ。はい。生まれてきてんだよね。生まれてきてる。ええ、だお前の格好悪さってすごいなと思って。いいよ、そう逆にじゃなくて。お前 C グループだ、ええ。いや別に。お前 C グループ。C グループ。B グループって名乗ってるけど。名乗ってねえよ。実は C グループ。お前が今言い出したんだよ。ね。ええ。それでさ、あの初めて会ったじゃない。うん、あとこれが噂だってさ、うん、今この CD が売れない時代にだよ。はい、50万枚。50万枚。もっと今、はい、もうね、売れてるんだけど、この間の段階で。CD がだよ。はい。そんなことありえんのと思うぐらいのさ。そうだよね。すぐさじゃん。うん。で、本番の当日、朝さ、うん、小島くんがさ、うん、あ、ちょっとって言って、うん、俺の崖、来てくれて、ご挨拶をって言って、来てくれたから、うんうん、俺また例によってさ、寄り目でさ、ベロ出してさ、パーってやってたんだよ。そしたら小島くんがさ、うわ、すげえ初めて会った初めて会った僕でも、それ最初からそういう風にやってくれるんですねって言って、どうしてくれてんの最初からそういうふうにやってくれるんですね。相手がどういう人かありがとうございますとかって、やってて。いい子だね。ずーっとベル出して、その間も何にも無視し、して。ベル出して。どんな人だと思ったろうな。もう最近はもう安川くんって、ええー、とーって言ったらベル出してな、ああってやってて、ベル閉まってください乾燥しますから喉が太田さん喉がカラカラになりますからどうぞベル閉まってください乾燥してますからっていう言われるっていうさもうそういう感じなんだけどさ、うん、ねえほんとかっこよくていやーかっこよかったねねでまた呼んでくださいよって言ってたけど、うんうん、もう来ないだろうないやいやそんなことないですよそうかな、ええ、だってもう絶対世界的大スターになっちゃうわけいやまあねそうなってもうすでにそうなってるそうねうんしたらもうサンジャポコなんかさ、ええうん、振るわけねえじゃねえなのいやそんなことないよ別に売れてから来た人見たことないよ俺サンジャポああそっかうんあそっかじゃない来てるわいっぱいいろいろああそっかじゃねえだけどさ、それでその後、昨日に、か、おととい、っていうか、先おとといっていうか、なんだよ。日曜日ね。日曜日。はい。伊藤修郎さんにさ、はい、はい。会って日曜サンデーね。日曜サンデーで、はい、伊藤修郎さん、今、それこそね、熱海五郎一座いつもやってるの、うん。熱海五郎っていうのは、三宅さんとかね、はい、リーダーとかやってんだけど、うんまあ、そもそも伊藤四郎一座なんだよね。ね。それは伊藤の手前で、はい、熱海、うん。で、五郎に、四郎の一つね、うん、向こうで五郎っていう、うん、熱海五郎なんだけど、うん、で、伊藤さんが今回、まあ、出るって言うんで、うんはいはい、舞台、もう始まってるのかなもういつからかいや、まだじゃない。まだか、うん。俺ちょっと見たいなと思ってるんだけど、うんうん、で、それと、今、笑いの正解っていうね、本が、これが、笹山さんっていう、笹山圭介さんっていう、この人がさ、ま、ビバリーなんかにも、伊藤さんが出てた時にも、高田先生が、ま、詳しいからさ。はいはいはい。そしたらなんか、あれなんだってね、要は道楽っていうか、ま、道楽って言っちゃ失礼かもしれないけども、お笑い、の、その、うん、あ、お笑いって言うとまた伊藤さんにあれなんだね。そうね、お笑いってね。要は、俺どうでもいいと思ってんだけど、そのあれが。で、要は、若いんですよ。うんうん。全然、1970年。40代ぐらいってことですか。うん、そうそう、うん。で、ケロリンってあるじゃないセントの。はいはいはい、はい。
なんつうの、あの、風呂桶。風呂桶で言う風呂桶にケロリンって。ケロリンってね。あれだ、うん、あの、あれ、薬局、薬局っていうか、うん、あの、はい、何、製薬会社ですかね、あれは。風邪薬の、うん。あの会社の人なんだって。あの会社の御曹司なんだって。あ、思っちゃうんだって。はいはいはい、はい、うん。それで、その、うん、まあ、趣味が高じて、今、お笑い、うん、お笑いちゃうよ、ね、伊藤さんに。うん、いや、いい、大丈夫。で、したら俺、その、笑いの正解って言ったのずっとね、伊藤さん来るんで、うん、読んでたんだけど、うん、うわぁ、よく若いのにこんな、こんだけ調べたな、っていう感じだったの。うん。したらさ、まあ、その、伊藤さんがね、日曜さんで来た時も、この話したんだけど、うんうんうん、読んでてさ、うん、懐かしいことがいっぱい出てくるわけ。うんうん、今までのその、転覆というか、石井金さんの、うん、その、いわゆるあの新宿フランス座、うんうん、でその時代は俺なんか全然知らないわけだよね、うんはいはい、でフランス座といえばもうたけしさんからの浅草の、ねうん、今の東洋館ですよね、うん、でそのもっと前の世代だから、うん、伊藤さんはね、うんうん、で子供の頃から要するに劇場に潜り込んで、うん、いろんな芝居見てて、はいはいはい、でそれも喜劇、うん、東京喜劇、うん、やなんかはそれこそ、江ノ県六波とか、雲の上団五郎一座とかさ、三木のゆり平さんとかさ、そういうのやっぱこう、子供に憧れて見てて、でしたらその石健さんに、パッと窓が開いて、毎日通ってるから、客席で有名人になっちゃったんだって。ね。しかも、ただで無線で、あれだから、その、俺もさ、ビバリーヒルズって言ってたけどさ、すげえ面白い。潜り込み方いっぱいしてんの。いっぱいいっぱいしてる。コントみたいな潜り込み方してる。歌舞伎座とかまで行ってんだからね。で、全部金がないもんだから、全部タダで見てたら、その、帰り際、たまたま偶然窓を開けて、おいっつって呼ばれて、はいっつったら、お前ちょっと売ってけっつって、楽屋へ行って、そっからちょっと出てみるかみたいなことで、で結局転覆トリオでまだあれなんだけど、うんうん、その頃はだから南さんは別の劇場かなんかだったんだと思うんだけど、うんうん、戸塚さんとね、うんうん、で伊藤さんはそっちで今度本当は日劇行ってんのが、うんうん、まあ言っては王道っていうかさ、はい、多分ねそれ俺もちょっとうろ覚えになっちゃってるけど、まあ、本読んでたらね、ほいでなんか、その、新宿だかどっかに、その、そこら、小林一三さんが、だから、東宝の、あれですよ、全部、すべてを作った。その人が、その、いわゆる、レジャー、一大レジャー施設のビルを、新宿でしたかね、あれ。新宿だか、どっかに、作るっつんで、その、言ってみりゃ、なんて、今で言う、大江戸温泉みたいなこととかさ、ああいうのって、ほら、当時、結構流行ったんじゃない、うん、その劇場あり宴会向けの劇場あり、うんはいはい、だからまあ言ってみりゃなんていうのかね銭湯のだ、うん、今の大銭湯みたいなのあるんじゃない、スーパー銭湯みたいな、スーパー銭湯みたいな、うんはいはい、ああいうののレジャーだから、うん、船橋ヘルス銭湯とか、はい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 、ああいう感じだったと思うんだからね、うんうん、でそこに出るんでその劇場が2階かなんかにあって、うん、そこが初めて初舞台だっていう、うん、って書いてあってさ、うん、あそうなんだ、うん、勉強なんだと思いながら、うん、でいろいろ転覆トリオを結局まあ南さんが、うん、フラッとあれ放浪壁があるらしいんだよね南信介、ね、トラさんみたいだよねいやいやまあフラッといなくなっちゃうんですよ、うん、で戸塚さんと、まあ、だから当時は食内って、うんうん、劇場でもやってんだけど、それだけじゃ稼げないから、うん、夜キャバレー回る、ね。で、それはもう別にトリオはなんか関係なく、うんうん、で、戸塚さんと、南さんが、二人でなんか営業回ってたらしいね。うんうんうん、だからその頃はおそらく、うん、ケイシーさんとかも、やってた時代なんじゃないかなって、うんうん、もうちょっとさ、上なのかな、世代的に。で、うんそれが、ふらっといなくなっちゃったと。うん、南さんがね。さんがね。で、しょうがないから、ちょっと、代役でお前、伊藤ちゃん来てよって言われて、うん、で、名前は南信介だっていう、あれだけど、君が南信介かって言われて、はいっつって、うん、要はもうめんどくさいから、
一時南信介で出てたでしょ。戸塚さんとだよ。それどういうことなのかと思って。だから別に南信介さんも当時はまだそこまでメジャーじゃなかったから、ね。メジャーじゃない。もちろん全然メジャーじゃないんですよ。だからできたんだろうけど、ね。だから当時はまだ、それこそ、あの、江ノ県六波の系譜の森重さんがいて、のり平さんがいてっていう時代ですからね。で、まあトリオも組んでないわけだし、そういうブームとかも来てないわけですよ、テレビ。で、テレビで、それこそ夢で会いましょうとかさ、そういうのが始まって、A さんが作ったりとかして、で、そこに厚見さんが出たりとか、あれはスリーポケッツかな、なんか、そういうんで、で、ふと見たら、テレビ見てたら、大阪で、南さんが、玉川良一さんと一緒に出てたんですよ。そんなことあんの？もう面白いよね。もうだから適当なんだったんだってね。うん、そ, ねそれは、こんな時代があったんだなと思ってさ。ほ、いで、伊藤さんとさ、そして見てて、で、そっからこういろいろ、まあなんだかんだでトリオブームに乗っかって、まあ要するに脱線トリオとか、あの辺だから、なんつうの、ゆりとおるさんとかあの辺のさ、時代から、まあトリオがどんどん、こう、トリオになりゃ売れるみたいなことになって、じゃあ、つって、東宝出るときに、その、ぐーたらトリオって言ったかな、最初。で、ぐーたらトリオじゃ売れないからってんで、東宝がつけたんだったな、転覆トリオって。脱線の次だから転覆だって。で、それで、そしたら、すごい、こう、ガンガン仕事が来るようになって、だけど、我々は、言ってみれば、転覆トリオは見てたんですよ。本当に幼い頃に。覚えてるんですよ、僕は。俺は覚えてない。覚えてない。転覆トリオとしての。ああ、覚えてない。覚えてない。僕は覚えてます。ああ、そう。うん。で、その南さんと戸塚さんと伊藤さんで、だから、でも、伊藤さんのことは明確には覚えてないです。やっぱ南さんなんですよ。で、そっから、だから、それこそ、あれですよ、だから、司会をやってたのは、言ってみりゃ、お正月元旦の、爆笑ヒットパレード。はい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 。あれなんか、転覆トリオが司会だったりして。そうなんだ。そういう時代です。はいはい。で、その時に、まあ、大正テレビ予選とかも始まってるわけですよね。で、そっから、その辺からうっすら記憶があるんですよ、僕は。で、そっから、南さんが、言ってみりゃテレビのもう、笑点始めて、お笑いオンステージ始めて、デコボコ大学始めて、スタートひっきり始めていくわけですよね。そうそう、転覆トリオのネタはだんだん徐々にやらなくなるんだけど、その頃から伊藤さんとかは、お笑いオンステージ、NHK の、で、そこで高田先生が、南さんの雑誌付きとしてやってるわけですよね。で、伊藤さんがそこのコント部分、で、あれ、お笑いオンステージは、原点ファミリーってコーナーと、その、テプトリオ、中村芽子さんがなんか出てる、客前のコント。ね。で、俺らがやった笑いが一番なの、コント部分で高橋さんが書いた。はい、ブーマーとやった。ブーマーとやった。あれなんかもさ、いいコントしてたよね、俺たち。結構ね。そうだよね。練習してね。ちゃんとね。チリちゃんとかね。そう、チリちゃんとね。で、そういう時代になっていくわけですよね。で、そしてその頃ですよ。俺らは、俺らっていうか、お前はだってうちにいねえじゃねえか。なんで俺らだよ、バカ野郎。一緒に見てるみたいな顔しやがって。なんで俺が家族だった今。家族じゃないわ、お前と。お前が言ったんだからね。は？調子乗んなよ、お前。びっくりしたな、もう。本当に。ね？それで、まあ、漫才部分がその、まあ、もう随分あ、その、ちょっと、後だけどね、で、俺らとしては、俺らってまた言っちゃったけど、いわゆる転覆トリオの時代は、55号が、とにかく、そうなんだろうね。席巻してるんですよ。うんはい、なんでそうなのとかって、もう見つかった。あの辺ですよ。で、55号面白いですよ。で、実は伊藤さんは、キャバレーなんかでやってて、あと、それこそ、新宿コマとか、なんかとにかく、歌手の人の歌謡ショーの前座とかもやるじゃない、ああいう時って。
で、その時に、二郎さんが司会してたりしてんだって。おー。って書いてあるの。うん。で、だからまだ55号組む前。前か。そう。だからその頃から知ってて。うんうん、で、まぁ、あ、ちょっとこれ、あやふやな記憶で喋ってますけどね。うんうん、で、そっからまぁ55号が一大、うんうん、大旋風を巻き起こすわけですよ。で、一方、ドリフが、全員集合始めて、うんね、これがもうダーンと行くわけ。はい、で我々としては、もうね、その頃はもう55号か、はい、ドリフターズかじゃないですか、うん。まだ志村さんいないですよ。そうですよね。で、加藤ちゃんの時代ですよ、はい。これがもう子供たちにとっては、大ヒーロー。もう大ヒーローだったわけで。うん、で、一方、その、同じ時を同じくして、南さんはいろんなところの、要するに MC ですよね、うん、今で言うね。司会者としてやって、うん、笑点の前田武彦さんの後をやって、で、俺は子供心、だから小学校から、だいたい中学生ぐらいまでの間に、うんうんうん、で、その後漫才部分が来るわけですよね。うん、そう。で、デコボコ大学に2ビートが出る。2ビートが。これがまたさ、たけしさんがさ、みなみさんがもう、言ってみりゃさ、もう貫禄のみなみさんだよね、うんうん。それ相手にさ、まあ、いたずらっ子のようにさ、はしゃぎまくってさ、みなみさんがま、それを嬉しくて突っ込みまくってるってのを見て、あ、やっぱこのたけしさんってすごいなって、俺は思うわけだ。うん、ほんで、当時生徒はズートルビーです。ああ、ズートルビー、ね。ズートルビー、山田隆夫ですから、今で言う座布団黒羽に。ね。で、ズートルビーは子供大喜利ですから。そうだ。最初は笑点の。子供大喜利ですから。で、それが10枚勝ち抜くと、10枚貯まると、うん、あの、レコードをね、うん、出してあげると、みかん色の恋が、これがズートルビーですから。はい。それでその後、デコボコ大学で、ね、こっから高田先生が、すげえ興奮してきて、それで、エースチョーンの時代、時間がやってまいりました。って南さんが言って江藤がもう人間とは思えないような絵を描くというさ下手くそで今村やけにうまいみたいなそういう時代ですよ全部わかんねえわそんなじゃあ今はね今の人にはわかんないだろうけどずーっとルビって今笑点の座布団組みして山田さんが実は子供だった頃ですそうそうそう子供のでハンダースアンダースじゃねずーっとルビでみかん色の声でアイドルだね、もう。アイドルですよ。はい、伊藤咲子に勝ったんですから。ああ、金の鳩賞。金の鳩賞。金の鳩賞ね。すごいですよ、日テレ、日本テレビ音楽祭。ひまわり娘。2年目のジンクスがあるから、2年目のすごい人に金の鳩賞。これ画期的だったんですよ。なんで2年目って思ったけどね、当時から。2年目はダメだっていうジンクスがあったの。新人賞は取れるけど、はいはいはい、2年目落ちるっていうジンクスが、もう当時からあった。まあね。で、2年目も売れてたら、その人は表彰しようっていうコンセプトで日本テレビ音楽祭は金の鳩賞を。で、それは多分伊藤咲子。そうそう。だよね。そうそう伊藤咲子、うん。俺はもう逆に金の鳩賞を取ったのは伊藤咲子一人しか知らないもん。あ、確かに。あだからその後誰か取ったのかもわからない。だから、日本テレビ音楽祭自体が、2年目のジンクスに勝てなかった。勝てなかった。その祭り自体そうなのそうなんですよ。それでまあ大人気で、うんうん、で読んでてさ、うん、その笑いの正解と読んでて、はい、どんどん思い出してきてさ、うん、要するに転覆トリオの、うん、そのフランス座時代の、うん、要はやっぱ南さんとか伊藤さんってのはやっぱり、うんすごい先見の明があったっていうか、うんうん、いい作家抱えなきゃっていう、うんうんうん、ね。で、その時の演芸部に、フランスの演芸部にいたのが、井上寿さんですから、うん。すごいよね。すごいですよ。で、井上寿さんを、うん、伊藤さんが、うん、もう過去捕まえて、うんうん。で、この間、日曜サンデーで話した時は、もう井上、久さんはかなりもう大作家でしたねなんて言ってたけど、うんうん、俺はそうかなと思ってんだけど、まあ、ひょっこりひょうたん島は書いてるんですよ、うんうんうん、だけどじゃあ文芸作品はまだ書いてないからで劇作家としてはそれほどまだだと思うんですよ、うんうん、だけど
言ってみればその初期の転覆塗料の何百本って書いてるんですよ、うん、井上さん、うん、で思い出したのがそのああ俺これ買ったわって井上久志衝撃集っていうのが笑う劇のね、うんうんはいはい、あれがね文庫で出たんですよ、うん、ね上下巻でね、うん、でそれがね俺ら大学生ねそあの88年85年とかですよねおそらくもうちょい前もうちょい前か、うん、で俺ちょうど多分学生時代だ日芸、うん、裏から入って、うん、裏じゃないけどねどう横から出ようかなと思ってた、うん、なんで裏から入って横から出なくていいだろ別に、はい、その時代に、うん、だから演劇青年だった時に池袋の、うん西部のブックセンターに演劇のコーナーがあって、うんうんうん、そこに平積みになってた井上久志衝撃集、うんはいはいはい、あこんなの出てでその時はもう俺が学生時代だから、うんうんうん、もうすでに井上さんは小松座で、うん、あの紀伊国屋で、うん、頭痛肩こり樋口一葉とか、うんうん、あの辺のもう、はいはいはい、親父肩こぼくとか、うん、あの辺やってるんですよ、うん、でキリキリ人とかも大ヒット、うんうん、ねっで、直木賞も取ってる、うんうん。で、それが、だから、その大作家がかつてや、書いてたっていう手の、あれで、文庫で、多分新潮社だったと思う。うん。だから俺、新潮社本当好きですよ。好きだね。そうですよ。好きじゃいけませんか？いや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 、いいですけど。今度芸人人口出ましたって。芸人人口、ね、芸人人口出ました。はい。よろしくお願いします。はい売れるといいな、ね、思ってますけどね。まあそれいいんですけども、はい、で、あこれが転覆トリオのコントなんだと思って、うんうん、俺は転覆トリオのコントはうっすら覚えてんだけど、うんうん、そんなに面白かったとか、うん、そういうイメージでないし、うんうんうん、ましてやその頃もう下の世代の漫才ブームが、うん、それこそダブルケンジとかなんとかって、うんうん言ってみればその前の演芸畑の人たちのことをどんどん蹴散らしてったのを俺は衝撃的に見てるから、うんうん、で転覆塗料南さんのことは好きだったけど、うん、転覆塗料ってどんなネタやってたのかなっていうのが学生時代の俺は思ってるわけです、うんうんうん、したらそこに井上久志衝撃あったから、はい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 、もう速攻で買って読んだのを覚えてるんですよ。それをこうあそういやこれ買って読んだな俺もう10で読んだな、うんうん、でブラックなんですよその、うんうん、ネタ人ネタ人ネタがね、うんうん、でそこに死刑執行人っていうね、はいはいうん、これがね面白い、うん、もう台本読んだだけでも面白いんだけど、うん、まあ言ってみりゃ伊藤さんが電気室に座らせて、うんうんうん、南さんが、うん、死刑、うん、執行人なんですよ、うんうんうんで、これは法務大臣から、うん、中止の電話がかかってくるかもしれないから、うんうん、電話、黒電話だけポンって置いてあるという設定なんです。うんうんうんはい、ね、はい、で、お願いですよ、助けてくださいよ、なんて伊藤さんが言ってると、うんうん、まあもうちょっと無理だろうな、まあでも、うん、電話がかかってきたら中止になるからね。うん、じゃあ、早速死刑執行、ちょっとまだ やるんですかと、ピリピリ、あ、電話だっつって、もしもし、あ、なんだ、今、ちょっと仕事中だからさ、大丈夫、愛してるよ、なんつって。ちょっと帰るから、ちょっと待って、今誰ですか、はい、うちの神さん。セイント、その、まあ、天丼なんですよね。ほ、はい、いで、最後、電流、うん、しけしこっつと、うん、うーってなって、伊藤さんが、はい、電流流れてこないんですけど、っていうのがオチなんですよ。で、それをね、俺当時、ああ、こういうのでやる。うんたら面白いんだと思って、うん、それこそ、俺らがショーパブとか、はいはい、あの時代ですよ。そうだね。うん。うん、ショーパブとかで、ちょっとネタ作って、俺が書いて。書いてきてくんないかみたいに言われて、ね。そうそう。新宿行って喫茶店で会ったね。あって。怪しげな兄ちゃんと会って。あの時代ですよ、はいはいはい。で、あの頃考えてみれば、うん、言われたじゃないですか。俺が書いたコントを、向こうの演出家に、うんはい、これね、ネタ面白いよと。うんただ、君ら若いじゃないと。うんうん、これ、伊藤四郎と三宅裕二がやったら爆笑だよって。言ってた。言ってたろはい。で、あの頃ちょうど、三宅さんがすごい、SET で大人気で、うんうんね、で、アミューズで桑田さんなんかも出る、うんうん、
いい加減にします。うん、あったね。っていう、あれめちゃくちゃ面白かった。面白かった。確かに、伊藤、三宅のコンビって、小松さん以来の、あ、こんなにしっくりくるんだって、我々学生時代、若いながらも、へーって思って、大爆笑してたじゃん。そういうこともどんどん思い出してきてさ、伊藤さんがね、で、先週一週間ずっとそういうことを考えて、伊藤さんが来るから、で、伊藤さんってね、俺、ほとんど話したことなかったじゃない、で、小松さんは、それこそ、NHK の新人演芸大賞の時に、審査委員長が、山藤昌司さんで、小松さんは、審査員でいて、で、最後、我々が NHK 新人演芸大賞優勝した時に、表彰、打ち上げのところで、賞状もらったんだよね。その賞状くれたのが、小松の親分で、はい、おいで、ひょっしょじょってあのね、相撲、大相撲の、あんたは偉いって一言だけ言ってくれたって、あの感激たるや、なかったじゃない、小松さんのさ、ね、うわーと思ったよね。うわーと思ったよ。ね。あれは。で、全部繋がっていくわけ、こう読んでて。はいはい、で、その時、ガハも同時にやってたけど、ガハの審査委員長は高田先生で、で、ハッパさんがいたじゃない。ハッパ和樹さん、一輝さん。一輝さん、息子さん。息子さんね。むとしさんの息子さんがいて、はいはい。ね。それで、しんすけさんがいて、テリーさんがいて、ね。三浦淳さんがいて、なぎら健一さんがいるんだけど、すごいメンバーなんだけど、で、それが同時期なわけだよね。で、小松さんと会って、で、小松さんとは、あと、喜劇人協会の小松さんね、会長になった時に、小松一座と呼んでもらったり、まあ、本当に優しくしてもらったじゃない。で、いつもさ、あの人照れ屋でさ、で、それこそあれ、読売ホールかなんかだったよな。なんか行ったらさ、まあ、時代劇もの相変わらず、それこそ、次郎長一家かなんかのコントやってんだよね。で、楽屋とりあえず小松さんに挨拶しに行かなきゃ、つって、行ってパッて開けたらさ、一番楽屋の奥にさ、座布団重ねた上に小松さんの親もいてさ、その両脇にさ、石倉三郎さんとさ、ケイシー高峰さん、トランプやってたんだよね。ここ牢屋じゃないですかこれ牢屋主じゃないですかつって。いやいや。怖えんだよ。好きなようにやってよって言われてさ。石倉三郎さんにさ。ね、うわ、お兄ちゃんたちさ、好きなようにやるよってさ、言われてさ。やりたい放題やらせてもらったじゃん。小松さん。それこそ俺らも着物着てさ。そうなんかさ、ちょんまげみたいにカツラかぶって、はいはい。で、すごく言ってみればさ、優しくしてもらったけど、で、伊藤四郎さんは、実はじっくり会ったことなかったし、で、日曜サンデーの時も、伊藤さんに言ったんだけど、何十年か前に、俺伊藤さんが、テレビでね、最近の若い連中がね、自分たちのことお笑いっていうのがもう僕はね、嫌いでねって言ってんのを、たまたま見たんだよね。で、で、最近の若い連中って、その時の、最近の若い連中って俺らだから。まあちょうど世代的にはね。世代的にはダーッと出てる子だから、うわぁ、俺もしかして嫌われてんのかもしれないって思ってて。だけどさ、よくよく考えてみたらさ、小松正夫、伊藤四郎小松正夫のコンビってさ、やっぱりさ、夢中になって見てたじゃね。で、俺らはだからそういう意味で見ると、俺なんか最初は町明なんですよ。町明千密湯原なんです。これが土台なんですよ。で、そっから、ドリフ55号がいて、その、邪道の、言ってみれば、王道じゃないところに、伊藤四郎小松正夫のあの、ゴールデンコンビが、見頃食べ頃笑い頃と笑って笑って60分。片やハンダース、片やズートルピ。ごっちゃになっちゃうんです、ごっちゃになっちゃう。で、ジェリー藤尾司会ですからね。ジェリー藤尾家族が司会。家族崩壊しますから、その後。いいよ、そこは。どういうことなんだそこはいいだろ、別に。ね？で、
あの、テレ朝の方はもう、あの、西田さんとかも若手で出てた。そっかそっか。武田さんとかも出てたと思う。武田鉄矢さんとかも出てて、うん、で、キャンディーズですよ。ああ、キャンディーズね。ミゴロザビゴロ。で、電線マンですよ。電線温度。ね。で、あの、ベンジャミン伊藤ですよ。で、こっちは小松の親分さんです。ズン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 。小松の親分さん。白毛鳥ね。白毛鳥はこっちテレ朝です。テレ朝かも。テレ朝。もう同時期にやってるから。ごちゃごちゃだ。わけわかんないですよ。あれ2年ぐらいしかないらしいです。本読んだら。そんな感じしないです。しないよね。そう。すごいんですよ。大人気になったからね。大人気、社会現象。で、俺はだから、言ってみればもう、あの、要するに、伊藤四郎、小松菜さんのコンビのことも、今度日曜日、聞きたいなと思いながらその本読んでるわけ。うんうんうん、で、同時に、自分が、あの死刑執行人のや、はいはい、やつを、うん、実はその、爆笑問題単独ライブパート2っていうのが、大田プロ時代、はいはい、まだ1年目の半年後ぐらいですよね。そうだね。うん、で、1回目、駅前劇場でやって、うん、それまでのアリネタを、うん、まあやったんです。はいはい、で、まあ、それ大盛況で、うん、じゃあこれからはつって副社に言われて、これからはね、やっぱりね、うちはね、爆笑問題幕末塾、このバクバクコンビで行くからねっ言った時、宣言したんですよ。あの時バクバクで行くって。どっちもダメになりました。どっちもダメになりました。彦丸しかのことですけど。ほいで、その時に新人だったのが松村くんですよ。ああ、そうだね。俺らの、はい、あれ来て。うんそれで、うちの神さん。はい。で、相馬博美とかね、いろいろいて。それで、その第2回目。うん。これはもうオール新ネタだったんだよね、あの時ね。はい。それで、いろんなネタで、僕は当時、職業選択の自由っていう言葉が、はいはい、まあ、うん、CM とかでね。CM っていうよりも、うん、そういう、はいはいはい、法的に職業選択の自由。うん、で、男女雇用機会均等、はいはいはい、その時代ですから、うん。で、職業選択の自由大事だっつんで、で、それが、あれはアルバイトニュースかなんかの CM で、職業選択の自由、うんうん、はははーって、ね、要するに、アキナのあれだよね、うんあの。あ、飾りじゃないの？え？そうだよ。あ、あの節だ。あの節か、あれ。ああ、そうよ。職業選択の自由、はははーって。で、それを、俺いろんな職業のコント7本作って、最後漫才。はい、で、まあ、もう今、言葉にもできないような漫才です。はい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 、で、いろんなね、仕事、医者と、はいはい、患者とか、でやっていく中で、うん、まあもうノイローゼになってるわけ、俺ネタできなくて。ああで、あの頃まだパソコンもないから、うん、あの、文豪で書いてました、僕はあの、ワープロで。ワープロでね。うん。ほ、う、い、ん、で、あの頃、うちの神さんと大田橋に住んでたんですよ。おー、はいはいはい。ね。ほ、う、い、ん、で、いろんな仕事、警察と、だから、あの、うん、タンちゃん、ペロちゃんの。ああ、そうだね。働くおじさんのパロディーで、俺が警官で、お前が、はい。タンちゃん。タンちゃん。タンちゃんの男の子。やってるね。これは何、うん、これは拳銃だよ、ねうん。警察ってどういう仕事なの人の命を守る仕事で。おじさん、ここに持ってんのは何これは拳銃だよ。え、拳銃って何これは人を殺すための道具だよ。人の自由をね、守るための職業なんだよ、僕たちは。おじちゃん、これは何これ正常。そういうネタをやってたんです。ほ、はい、いで、その最後、一番盛り上がるネタを、うん、テレビ裁判所っていうネタを作ってたんですよ。はいはいはい、で、もうあと1ヶ月も本番まで、うん、駅前劇場の本番までないって時になかなかできなくて、うん、で、その時に、いわゆる悪趣味なテレビがこれからどんどんなっていくだろうと、うん。で、公開でバラエティのように、裁判を、人の、言ってみりゃ、なんつうの？この間のザ・セカンドじゃないけど、うんうん、あの、視聴者投票によってこいつは有罪か無罪かを決めるっていう設定のバラエティ番組っていう枠だけ考えて、それをしこしこ書いてたんです。はい、で、その時の、その、死刑っていうことを遊んでいくっていうのが、うんうん、まさに井上尚弥さんの、そっから来てるんですよ、ね、俺は。それを、はっと思い出して、で、なおかつその司会者、俺がやる司会者、狂気の司会者ですよ。うんうん、これが、もうラメ、金ラメの、でっかい蝶ネクタイして、はいはい、キラッキラの、ね、ジャケットで、うん、さあ、
やってまいりました。テレビ裁判所ジャ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 なんて、はい、やる、その司会者、狂気の司会者が、うん、まさにベンジャミン伊藤の、あれを俺は比嘉さんに、うん、あんな感じで行きたい。比嘉さんで武漢の。そうそうそう、言って。で、言ってみれば、その、で、お前が死刑し、あの、はい、要するに、被告なんですよね。そ、う、れ、ん、で、俺が、それだ、うん、行きますよ、なんつって言って、うん、あなた、嘘を発見器にこれからかけますけども、うん、これが何か、ね、あの、もし、うん、あの、本当のことを言わないと、嘘だと思うと、電流が流れます、その椅子に。うんうん、ってなる、ね。で、あるわけ、お前が。それが下手くそでさ、お前の、その芝居が。これがもう散々やって。散々やって、ね。散々やってできた、ね。で、うん、お前が、なんか言うと、ブーってなるんで、うんうん。そうそう。じゃあ、まずは10万ボルトなんですよ、うん。なんかさ、一部なんだかよくわかんなかったけど、うんうん、1ボルトとか、うん、どんどん上げていくんで、はいはいはい。で、3問、あの、ダメ、嘘だと、うんうん、あの、100万ボルト上げて、あなた死刑になりますからね、うん、って、どんどん追い込んでいく、うんうん。それはもう、アメリカの江戸サリバン賞的な、こう、バーっとこう、うん、派手な、ショーアップされた感じのやつと、うんうんうん、あの、言ってみれば、俺の狂気の司会と、はいはい、お前の、その、ビリビリってなる芝居、はいはい、全然ダメだったやつ、お前が。ダメだったね。で、悲壮感漂っちゃう、ね。悲壮感漂っちゃう。みたいな、ね。なっちゃうやつ、はい。で、あれが、だから、その、ちょっと2問目ダメだと、はい、あの、30ボルトなんですと、はい、ブルルって なってくれとかさ、はい、それ全部段階で、はい、最後はもう死刑で、はい、ガラーってなって、はい、わーってなって、お前が死んじゃうっていう、ひどいネタなんだけど。ひどいネタって。ね、で、それをさ、あ、そうだ、あの時、ね、ベンジャミン伊藤のイメージだったし、番組全体の雰囲気はザ・チャンスの。うん、あなるほどね。派手なやつだって、うん、それだと思って、うん、だ思い出してたわけ、基本、うん、先週一週間、うんうんはい。で、これを伊藤さんが来たら、これ話したいのと同時に、うん、俺は、あの、誘拐報道っていう映画があって、はい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 、当時、南さんが大好きだったから、うんで、それは、あの、証券とか、小柳ルミコンが、証券が、あの、天国と地獄でいう、あの、尾形健の、言ってみれば、あの、誘拐犯の、犯人の役で、山崎努の、天国で地獄でいうね、その、証券ね。で、実はその、分野って当時、今言うのかわかんない、新聞の、報道のデスクとかさ、キャップとか、あの辺を、南信介さんがやってた、うんうん。で、俺は南さん目当てで行って、はいはいはい。で、刑事に伊藤四郎さんがいたの。いたのね、だから、うん、あれって、あの時二人はどうだったのかとか聞きたいなと思って。うん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 、で、しかも笑って人類の、うん、あの、言ってみりゃあの、うん、ね、設定、うん、総理と秘書は、うん、駅前シリーズ、あ、駅前じゃない、社長シリーズなんですよ。うん、で、秘書の俺がやるはずのやつは無責任男なんですよ。うんうんうん、で、あの、田辺ってお前がやるはずだったやつ、はいはいはい、もうお蔵入りになっちゃいましたけど、あの映画もね、もう永遠に作れないでしょうけれども、いやいやはい、ダサ作でしたから、いろいろほら芸人人口もきっと売れないと思ってますし、変な感じになってきたよ。いろんなこと考えちゃって、そうそうそう変な感じになってきた。で、あの分野、田辺ってお前がキャップ、うんうんあれは、実はそのあの、南さんの、あの映画衝撃だったんですよ、あの。で、あと、その前にやってたドラマのイロハのイっていうのが、ね、あれ新聞社のあれじゃん。で、あの辺のイメージでしか作ってないんですよ。で、それも聞きたいけど、まずは、誘拐報道の時の、あの二人は、現場で会ったんですかとかさ、いろいろ聞きたいかったけど、今、冒頭から今まで話したような話をずーっと伊藤さんにしちゃって伊藤さんに何も質問をしないという何にも伊藤さんの話聞けなかったからそう伊藤さんはもう優しいから、そうですねっつって聞いててくれたけどでだから俺はこう常日頃言ってんじゃん、お笑いあのコントみたいのを、ね、お笑いオンステージ、あとお江戸でござるは伊藤さん最後だったなんですよ、テレビでそっからできなくなったよねっていう話をしてたけど、で、あれ、今だったら、今でもで、俺はだからザ・セカンド見た、あくる日だって、みんな上手いから、今ああいうことやったら絶対面白いはずなのに、企画通んな
ないんですよみたいな話したじゃん、うん、日曜サンデーで伊藤さんに向かって、うんうんはいはい、伊藤さんに向かって言ってもしょうがないのに、そうね、しょうがないのに、うん、でも俺はもうずっとああいうことやりたくて、うん、小松さんと伊藤さんがやってたようなこと、うん、ドリフがやってたようなこと、うん、クレイジーがやってたようなこと、ひょうきん族の初期の滝シャンマンみたいなこと、うん、ああいうのやりたくてって思ってて、うん、ドリフとかもね、そういうので、だけどできないですね、うん、そうですね、つって伊藤さんがさ、うん、なんでテレビはこういうふうにできなくなっちゃったんでしょうねって言ってたけど、うん、俺家帰ってずーっと伊藤さんにあれ聞きゃよかった、これ聞きゃよかった、うんうんうん、で伊藤さんとどんな会話したかもずーっとあの後考えてたんだけど、うんはい、なんでできなくなっちゃったんでしょうねつって言ってたなと思ったけど、うん、よくよく考えてみたら、うん、伊藤家の食卓、うん、あれあたりから、ね、あの伊藤家の食卓あたりからテレビバラエティって情報、はい、情報は確かにね、あの要するになんでこうやると蓋が開きますとか、くだらねえ、どうでもいいよ、どうでもよかないあんなこといいのに、情報と、あと我々もやってたけど、ミノさんの、ここは、朝一杯のここは、奥さん。はいはいはい。どちらからあげようから、脇毛の処理もバッチリ。いいよ、もうその。あの辺の辺から、テレビバラエティって、いわゆるコントやなんか、役に立たないようなことじゃなくて、役立つちょっとした情報みたいのを入れないと、全く企画が通らなくなったんですよ。それの時代を僕ら生きてきたので、覚えてるんですよ、うん、でなんで通んないんだよって秋葉のバカが、うん、情報が入ってないとダメだっつうんですよ何でも情報いるかそんなの、ええ、言っていやそれはだって秋葉さんつったらもうスパスパ人間学からゴールデンの作家デビューですからだから、ええ、だからねこうやってバカが、ええ、で脳会議そう考えたらうちで考えたら、うん伊藤氏らのせいだわ俺は、そんなことは思ったんだよ。ということで、それではそろそろ参りましょう。火曜ジャンク爆笑問題カーブ。改めましてこんばんは、爆笑問題田中裕二です。太田です。今日の東京は曇りのち雨だったんでしょうかね。昼間はずっと晴れたイメージですけれどもね、明日水曜日は曇りで今日よりも気温はちょっと低くなり、まあ今日は結構暑かったですね。で木曜日にはまた雨が降るかもしれないというね、ちょっとこの辺天気が変わりやすくなっております。今日も紹介したハガキメールの方にはオリジナルステッカー、特に印象に残った1名の方には番組特製のクリアファイルを差し上げます。火曜ジャン爆笑問題カーボーイ。 TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、三話シャッター、フルタイムシステム他各社の提供でお送りします。冴えない毎日を送る OL が言葉を話す猫に出会った。俺の名前はモンブラン。俺対馬の著者が描く最新猫漫画モンちゃんと私発売中。話す猫や超能力を持つ猫が人生に愛と波乱をもたらす。小学館。 TBS ラジオ公演菊池俊介音楽祭、6月23日日曜日サントリーホールで開催。アニメ特撮音楽の巨匠が手掛けた名曲を佐々木勲、藤岡弘、中川翔子、森本秀夫がオーケストラと共演。変身ヒーローからスーパーロボットまで黄金期の菊池サウンドをファン直撃の選曲でご堪能ください。チケットのお申し込みなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報、または共同東京 0570-550-799 0570-550-799 までご連絡ください。ラジオのポッドキャストも TBS ラジオ。火曜ジャン爆笑問題カーボーイ。宅配ボックスシェアナンバーワンのフルタイムシステムであなたも一緒に働きませんか。
フルタイムシステムは世界で初めて宅配ボックスを開発したギネス世界記録認定企業です。集合住宅を中心に戸建て、オフィス、店舗、公共施設などで宅配ボックスを通じ人々の暮らしを豊かにします。福利厚生など充実していて働きやすい環境です。現在社員を大募集、採用は営業、エンジニア、センタースタッフ他幅広く募集しています。詳しくはフルタイムシステム採用で検索。人気エッセイ90歳何がめでたいが映画化、作家佐藤愛子を草笛光子さんが演じる笑いと共感の痛快エンターテインメント。老後の資金がありませんの前田哲監督最新作映画90歳何がめでたい、6月21日公開。火曜じゃん爆笑問題カーボーイ。さあコーナー行きましょう。今週の思っちゃった、はい、今週あった出来事を受けて皆さんが勝手に持ってしまったこと、想像してしまったことを募集しております。ラジオネーム小福亭グルーチョ、うん、太田さん実は未だに漫才とコントの区別がついてない人、こんばんは。いやついてはいるけど、これ人によってもまた違ってくるんだもん、うん、まあ厳密にはないのよ。厳密なんだろうね、これ誰どのぐらいから漫才分もあたりからそう言い出したよね多分ね。そうなのかね、うん、まあだからもう本当にね、昔は意識もしないね。だってラッキーセブンどうなのって話。ああ、ラッキーセブンね、うん、あれはでもあれおそらく漫才って当時言ってたよね。あ、全部言ってたかな、うん、2人とかでなんかお笑いやることは言ってたかもしれないね、うんうんうん。でもいわゆるコントレオナルドとかさ、コント赤信号ってもうコントが突き出す、コント55号とか、そうだね、完全にコントって銘打ってるともうコントってやっぱ思ってたからね。思ってたね、うん。伊藤四郎さんが日曜サンデーのゲストに来ていて思っちゃった、うん、もし篠原涼子が見頃食べ頃笑い頃のファンだったら、うん、伊藤四郎糸白さと切なさと小松政夫とという曲を歌ってたと。ファンだって歌わないだろそういうのは。ファンだからこう歌うってわけではないんだろうけどもね。さっきのそのさ、ね、大田橋の家で俺がテレビ裁判所に苦しくて苦しくて、あともう1ヶ月切ってんだよ、うん、当時の太田プロのマネージャーがさ、うん、俺の居場所をさ、うん、まだ言ってなかったからさ、はい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 、でもマネージャーとお前だけは知ってたわけで、うん、社長と住んでることも、うん、したらさ、お前要するに事務所に来いっつんだよな、うん、あったね、四谷の事務所に、はいはいはい、事務所に来いがあった、来いも何も今書いてんだから、今この時間が大事なんだから、うん、行けねえよっつってんのに、うん、したらさ、俺の直接わかんないもんだけどさ、うん、お前に電話してて、でお前が俺ん家に電話してきてんだよ。そうそうそう、めんどくさいあれ、なんか事務所に来いって言ってるんだけど、うん、つって言うからさ、うんうん、お前さ怒ってたね、わかってるよな、今俺書いてんだよ、切れてたな、その時間なくなったらできないよそのぐらいさ言えよつってバカ野郎すごかったぶち切れてさ、ぶち切れた。そしたらさ、お前がさ自分で言えよっつったの。あん時に俺はもうふざけんなてめえござらてめえぶっ殺すって言って、もうあれほど切れたことないよ。あれは覚えてる。ね、あれは切れてた。自分で言えよっつったからね、お前ね。俺もめんどくさかったらもう。めんどくさいじゃない。電話買ってきて。めんどくさいじゃない。もうそのやりとりをさ、両方の板挟みになって。板挟みじゃない、お前はこっち。いや、だから、最初は。太田が書いてるから、いけませんって言えばいい。いろいろやって、こっち行って、向こうにもね、太田プロ側にもマネージャーと話して、で、向こう向こうで言う、もう直接話すよってずっと思ったから。なんで俺はそれを言わなきゃいけないの、お前分かってんのに、状況。で、あの時結局行ったらさ、
吉勝さん、加藤吉勝さんってね、はいはい、今もう亡くなっちゃった、早くして亡くなっちゃったんです、はい、その人が我々のライブについてくることになって、はい、吉勝さんと、なんか今後のことで相談みたいなさ、いらないのに、そんなの。あ、そっか。そうなったのよ。そうなったんですよ。そしたら吉勝さんがさ、うん、どうしたんですか、大田さん。うん、今、脚本どれぐらいできてるんですか、うん、って言ったら、いや、まだちょっと全然、うん、最後のネタの半分です、うん。何やってんですかつって、マネージャーに、何やってんですかつって。今すぐ帰って帰った方がいいでしょ当たり前でしょつって言ってくれたんだよね。あん時は俺助かったな、ね、吉和さんには助けてもらったよね。あん時の吉和さん。当たり前じゃないですか何やってんすか全然なんで呼び出してんだよ今すぐ帰って書くべきでしょそんなの当たり前でしょ誰が考えたってそうでしょこの状況つって。あの時さ、白い紙コップにさ、おかき入れて食べてたんだよ、あの人。それがうまそうでさ、そんなことそれをさ、お父さん食べ、食べ、一つ食べてくれたんです。食べた。俺もいただいて。なんだそうだよ。それでなったんだから、あの時。ねえ。あれ助かったよな。ねえ。あの時、ちょうど、フジテレビの、佐藤ちゃんが、はいはいはい、はい。あのね、佐藤義和さんって、うん、あの、いいともやってた。はいはい。あの人が、あの、プロデューサーで作ってことで、うんうんうん、俺らのライブ、うんはいはい、したらさ職業選択のあれだから最初にさ男のさあのファッションショーやろうよっつったんだよね、うんうん、佐藤さんが、はい、でいろんな女の子に、うん、いろんな CA の服とか、はいはいはい、いろいろ着せて、うん、いろんな職業のファッションショーやって、うん、そっから始まるのどうっつったら俺の考えてるの全然違うからさ、うんうん、もっとアングラな、うんうん、ブラックなあれだからさ、はい、やだっつったんだよね、うん本気で言ってんのかお前っていう言われた。いや、だってそんなのできないもんつって言ったら、もう激怒してる、佐藤ちゃんがさ、俺の目の黒いうちは、フジテレビに出れると思うなよ上等だよつって帰ってきた。一旦コマーシャル。火曜ジャン、爆笑問題カーボーイ。TBS ラジオ夜の推薦曲バッドナイトでパワー。これほど自由な世界で作るより生きられるのにどうなってまた立ち止まってこの国に生まれた時点でかなり幸運なはずなのにどうなって君はまた困惑してゆくづくづ他人と比べてせばきりがなって直しそれって直し勝ちも負けも強いも弱いもないそれぞれのライフ数字で運んなんてできるわけない逆ずくずラジオのポッドキャストも TBSようじゃん爆笑問題カーボーイ。今この世界の人々は穏やかな朝を安心して眠れる夜を過ごせているだろうか。シャッターは大切なものを守る。心に安心の時が訪れますように。サンマシャッター。正義のために、そして復讐のために、まっすぐに生き抜いた男と陰謀渦巻くデンマーク王家の物語を激しく描き出す。シェイクスピア四大悲劇にして最大の問題作、ハムレットの原型伝説のテキスト Q1 にて上演。 TBS ラジオ公演ハムレット Q1、 出演吉田羊、飯豊まりえ、牧島ひかる、大鶴佐助、広岡百合子、吉田栄作ほか、
5月11日よりパルコ劇場で上演。チケット好評販売中。詳しくはパルコステージで検索。TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、三和シャッター、フルタイムシステム、他各社の提供でお送りしました。火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ。浅田真央です。劇場の中に氷を張ってオーケストラの生演奏とともにお届けする劇場型演唱を上演します。TBS ラジオ公演エバーラスティング33が6月2日から立川ステージガーデンで開催されます。未だかつてないアイスショー、詳しくは TBS ラジオのホームページまで。ポッドキャストで配信中、カラタチの最果ての先生。ダブルオタクでやってるんですが、なんとジャパンポッドキャストアワードのリスナー投票7位に選ばれまして、一部の熱狂的なリスナーに支えられてます。この輪を広げていきたいですね。カラタチの花言葉は思い出です。どうも、金魚番長の古市祐介です。箕輪智之です。毎週金曜24時半頃から僕らの冠ラジオ金魚番長のデメキングを放送しています。古市は歯磨きをしていないので僕にとっては地獄の30分です。そういう箕輪も歯がありえないところから生えています。古市は滑舌が悪すぎて何言ってるか聞き取れません。箕輪は基本人に失礼なことしか言いません。古市は喋るたびに唾が飛びすぎています。箕輪は多分良くないことを言うので黙ってた方がいいです。古市は不快なので黙っていた方がいいです。はい、はい、もう僕たちはラジオで黙ります。そんな口周りおしまいコンビがお届けする金魚番長のデメキング、ぜひお聞きください。誰が聞くのそれ。聞いてねー。どうも、かまいたちの濱家です。かまいたち山内です。毎週月曜夜9時半からはかまいたちのヘイタクシー、わてらかまいたちが車っちゅうもんに乗って都内を知り尽くしていきまひょかちゅうロケラジオ番組ですわ。ごっつい関西弁や。二人でぎょうさん喋っていきますさかい。出身どこやったっけお前。エロー、よろしゅう頼ます。すまねやんな。火曜じゃん爆笑問題カーボーイ。さあ、それでは今週の思っちゃったの続きいきましょう。ラジオネーム、ノリノリヘビ使い座ちゃん。どっちなんだよ。どっちなんだよ。かっこ元19歳。元19歳。もうそれもわかんなくなるね。太田さん、19歳のうーちゃかにアドバイスを送る人、こんばんは。あ、はい。19歳のうーちゃかに、うん。お前、調子乗ってんだよ。お前は、本当に、今すげえ人生楽しそうだけれども結構こっからの10年辛いから、ね、やだな、そんな未来からの絶望するよね、それ抜けるとだいぶまた良くなるからね。へー、どの10年のこと言ってるの。だから20代とかは結構ほら、俺は爆笑問題結成前から結成して仕事なくなるぐらいまでが20代ぐらいの、その後の10年ぐらいは結構ね。なんだよ。芸人ジンゴが届いて思っちゃった。ありがとうございます、はい、月曜日だから昨日届いたのかな、うん、芸人ジンゴが年間ベストセラーになったら、うん、ならねえだろう。いいじゃないの。また売れねえんだろこれよ。だから声でかいんだよ。いいのよそんなに。いいのよじゃないわ。じゃじゃだから一言だと思ってさ。わかんないでしょ。わかんないじゃないよ。帯にさ、統一教会なんとか書いてあるんです。大貧粛編、ピカソゲーって書いてあるんだよ。もうさ、これさ、ね、なんでピカソゲって、中に全然そんなこと書いてないのに、はいはいはい、でこの間社長にさ、これさ、帯ピカソゲって書いてあるんだよ。白山が言ったんだよ、ピカソゲ、ピカソゲって書いてあるんだけど、なんで入れたのつって言ったのね。したら、あれ、鈴木誠一さんなんですよ、表紙がね、はいはいはい、僕想定ね。想定が。で、もう言ってみれば、想定界のもう、レジェンドです、鈴木誠一さん。日本言論からずっとやってもらってるんですけど、
いや、わかんない。鈴木さんが選んだんだもんって言うんだけど。鈴木さんが選んだの文言も。それそうでしょ。表紙、鈴木さんなんだからって言ってさ。だからさ、鈴木さんが多分選んだよね。ピカソ系って。本文に一文字出てこないんだ。出てこないよ。出てこないでピカソ系って選んでんだよ。別に白山が書いたわけでもないよ、ね。白山書くわけないじゃない、なの。そういうさ、なんで俺自分の本で、そのさ、その内側から茶化されてんのっていうさ、なんかさ。読んでも、ほとんどの人わかんないね。ピカソ系ってなんだよ、こっちゃだよ。わかんない。芸人人口がベストセラーになったら、小学生の間で、ねえねえ、口の端を引っ張って、芸人ジンゴって、言ってみて。うん、わかった。芸人チンコという遊びが流行ると思う。ならないよね。なったらいいけどね。なったらいいけどね。ならないよね。何が？ゴーはならないよね。学級文庫のあれですよ。そう、いや、そうです。あ、え？子供たちに売れないって言ってるってこと？こうならない。芸人チンコってならないってこと？芸人ジンゴ。やってみなくてもわかると思うんだけど。やってみて。言えるんだ。文庫は、唇と唇が、そっか。くっつくから、うんこになっちゃうっていうことじゃん。うん。だ今、芋をやめていいか。なんでやってみないとわかんないんだね、もうこれネタ潰しですよ、もはや。もはや、これ、京ザメをこう通り越して、ネタ潰しです。ごめんなさい。しかも、やってみて。なって思ったの。なんでどうなるの芸人、ジンゴ、あ、ジンゴ言えるね、みたいな。そういう感じごめんなさい。ごめんなさいじゃないよ。ラジオネーム、明太子。みんな、太田さん、芸人人口第3弾の表紙の太田さんを見て、うん、抱かれたいと強く思ったが、自らのプライドが邪魔をして、言い出せない人、こんばんはと。あ、じゃあ俺だ、まだ見てないっすからね、ね、表紙。はい。うん。太田さんが高田先生に、うん、日本で笑って人類を読んだのはたった二人で、それはたまたま高田先生ご夫妻でしたと言って、言ったと聞いて、これお手紙出したんですけど、ね。ビバリヒルズでね、高田先生が言って紹介してくれました。正確に言うと、笑って人類を読んだのは奥さん一人、うんうん。で、一冊の本を高田先生は毎回読んでくれてるんです。それをまとめたのが芸人事故だ。エッセイの方は高田先生。はい、その二人が偶然夫婦だったなって、僕はびっくりしましたって書いてあるんだけど、それを聞いた田中さんは、いや違うだろう、佐野元春さんも読んだって言ってだから日本で三人だよと、興ざめツッコミをする。まあ言いかねないね。言いかねないね。はい。言いかねないね。柴田京平。柴田京平。言いかねないね。さっきよく出てるね、柴田さん。危ないデカがね。危ないデカ。ね。またやってるから。ラジオネーム、カックラキングヌー。先週来たね、これ。来たね。彗星のごとく現れた、ね、カックラキングヌー、うん。先日のカウボーイの放送の中で、太田さんが、全く別の映画の構想を練っていると。うん、これ先々週かな、うん、言っていたのを聞いて思っちゃった、うんうんはい、私たちリスナーはすぐに察しました、うん、おそらく太田さんは大谷翔平選手の元通訳水原一平のスキャンダルのドラマ化より先に、うん、ギャンブラー田中爆笑問題田中さんの半生を描いた、うん、バックトゥーザウーパンカッコ仮を撮ろうとしているのだと、うん、麻雀競馬野球猫が渦巻く田中さんの激動の人生平熱大陸を超える大作に期待せずにはいれません、期待せずにはいれませんおすぎ。ちなみに田中さん役は中野大河、太田さん役は久保田正孝、そして太田光代社長役は上戸彩さんで抑えていると思う。すごいじゃん、期待せずにはいれませんね、ちなみにさっきの佐藤ちゃんなんですけど、はい、そこで俺の目の黒いちゃん、はい、フジテレビに出さない、はいはい、その後ちゃんと仲良くなりまし て、ね、で爆笑オスピー問題で一緒にお仕事を仲良くやらせていただきました爆笑
オスピー問題。ラジオネーム横分けクリステルフューチャリングアド、うん、太田さん、アドユージこんばんは。アドユージ、うん、森口博子アニソンカバーアルバム発売、うん、お歌詞カードは前代未聞の水着袋閉じ仕様のニュースを見て思っちゃった、うん、はい、今回のアルバムを買ったら僕ら男子の股間は間違いなくモリモリしちゃう。モリモリ夢がモリモリね。PS 夢がモリモリからネタをつきました、ネタを思いつきましたって分かってるようなこと、このようにネタを投稿、このようにネタを投稿でよかったですか、は、おやすみなさい、なんて書いてあります。分かんないです、横繰り普通の。この言葉が言ってる意味が全然日本語が日本語がなってないよね、うん、気抜け連中ネーム蛇使い座、うん、太田さん、ずりネタでメールテーマを募集したところ、宮沢博之議員から答弁する蓮舫の後ろ姿というメールが来てボツにした人こんばんは。ひどいですねこれ。タレントのカイヤさんが、うん、鬼嫁はキャラだったと、キャラだった、はいはい、と今更言っていて思っちゃった。まあね、あの頃の鬼嫁キャラカイヤと、うん、横領キャラアニータのせいで、あれはキャラじゃない、キャラじゃない、あれはキャラじゃないよ。国際結婚を親に反対された人ってたくさんいると思う。どういうネタなんだかよくわかんない。アニータキャラじゃないですね。鬼嫁キャラは、あ、まあね、鬼嫁はカイヤね、多少はあったかもね、あれでバラエティーとか受けたからね、マヤオつって全然怖い感じの、そう普段なかったもんね。松竹新喜劇100周年記念作品、機動戦士藤山甘美激推しネーム小栗旬辻太郎、うん、太田さん、元巨人堀内恒雄にアドになる催眠をかけたら、うん、酔っ払って歌い出した江夏への悪口が奇跡的にうっせえわの歌詞っぽくなった人こんばんは。どういうことよ、何言ってんのよ。池上彰の番組に北斗晶が出ていたので思っちゃった、うん、北斗晶っておやつの時間にケイスケ、それコンドームグミじゃねえんだよって言ったことがあると思う。ねえ、あんなことやってんだよ。宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 今週の思っちゃったの係までお待ちしております。火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、 TBS ラジオジャンク、この時間は小学館、三話シャッター、フルタイムシステム他各社の提供でお送りします。歴史に潜む奇妙なミステリーを SF 漫画の巨匠星野幸信が独自の視点で描き出す、宗像教授世界編コミックス発売中。歴史の秘密を解き明かす快感をあなたに。小学館。ジェンスーです。堀井美香です。今年1月に開催したジェンスーと堀井美香のオーバーザさん、2024年1月公演、幸せの黄色い私たちがついにブルーレイになります。7月10日発売で、ただいま先行予約受付中です。詳しくは TBS ラジオのホームページのイベント情報をチェック。ぜひお買い逃しなく。ラジコもポッドキャストも TBS ラジオ。ここでお知らせです。まあ、先ほどからちょこちょこ話出てますけども、太田さんの新刊、はい、芸人人号第3弾、うん、旧統一教会、ジャニーズ、ピカソ芸、大貧縮編。そうなんですこ。というタイトルなんですね、もうね、これね。はい。まあ、サブタイトル。サブタイトルね。うん、はい。これが5月20日、大沢春さんの誕生日じゃないですか。そうなんですよ。より発売になりました。嬉しいですね。ねえ、うん。はい。これはまあ、大津さんがずっと連載をね、していたものを。一冊の本というね、はい、誰も読んでない、うん。高田先生しか読んでない。しかじゃないとは思いますけどもね。はい。これはまあ、だからもう本当に、ちょうど、
安倍元首相の銃撃とか、そっから始まってますから、その辺からってことですよね、うん、はい。でウエストランドが M1 取ってっていうような話もこの中に入ってて、うん、はい、で当然その旧統一教会の、旧統一教会ウクライナのこととか、はい、ウクライナ、そしてジャニーズ問題ですね、メディアの沈黙など、はい、ね、まあ激動だから、ね、芸人人口、うん、1を出した時に後書きに、はい、あれちょうどコロナの時だったんです、うんうん、はい、今年1年半ぐらいの連載なんですけど、うんうん、これ以上のことはもう来年起きないだろうっていう後書きなんです。そっからさらにロシア、ウクライナ、ね、うん、のあれと、うん、それから、その後は何があったのかな。なんかいろいろあって、はい、大変でした。大変でしたよね。うん、で、ね、僕の、ね、選挙特番の大炎上が、ね、その後あって、はいはいはい、だから大貧縮になって、ってで、その2の後書きに、うん、もう次の回はさすがに大貧縮編っていうタイトルにはならないだろうがって書いたら、うん、その直後に旧統一教会で大炎上して、はい、大炎上して、ね、あの選挙特番超える炎上をして、はいはい、なんだろう俺はと思ってんです。そうね、うん、で、はい、しかも売れねえっていう、どういうことだ、沈黙するな、メディア、メディア沈黙するな、ね、お前もここなんだよ、いずれこの年になるんだよ、バカ野郎。二階さん。はい。まあ、この辺の、ずっとここ、まあ、2年ぐらいですかね。うん、そうですね。の、まあ、出来事が、多分、いろいろと、まあ、皆さんも多分、読めばわかると思いますけども。1600円プラス税で好評、販売中でございます。皆さん、ぜひね、買って読んでいただきたいと思います。以上、芸人人口、旧統一教会、ジャニーズ、ピカソ芸、大貧縮編。だからね、俺は、できればね、はい、全国をサイン会で回りたい。そうね、うん、宮島さんとね、そうです、一緒に、ね、宮島さんの成瀬、うん、とほとんど中身は同じですか、うん、同じじゃないでしょ、大品ピカソ同じです、いやいや全然違う、読みようによっては同じなわけはないですからね、はい、ぜひ皆さん読んでください。では続いてコーナー行きましょう、飛び出せバウンディ君、はい、ライブの MC で観客を煽りまくるバウンディのように日常の中に突然出てきていろんな人を煽りまくっているバウンディ君を募集しております。ラジオネーム笑福亭グルーチョ、うん、100人一首をしているバウンディ君、はい、読みて、チャーブルーこんな感じでいいのかな、うん、まあまあまあ大体チャーブルー選手、はい、うん、読みて、久方の、はいバウンディ、はぁ、ちょっと取るのが早すぎねえか、いや知らない、そんな早く取られたら試合にならねえよな、本来若っていうのは余韻を楽しむものだったろう、奥ゆかしき大和言葉をもっと胸に染み込ませろよ選手、はい読みて、春すぎて、はい選手、ずるひどいのずるいんだ、したかったんだろうね、あの光る君へ見てるんですけど、はい、うん、昨日この間日曜の、うんうん、終わりに来週の予告ある、うんうん、はい、いよいよ清少納言が、うん、春は明けぼのっていうのがパッて映ったんですよ、こう言葉で、はいはい、春は明けぼの、やっと言うんだ来週楽しみです、ファーストサマーウィーカー、ファーストサマーウィーカー、お前夏じゃねえかみたいな。春は秋もどういうことだ、ね、夏は夜だ。夏は何？いや分かんない。春は秋も、うん、夏は夜だ。分かんない。ようよう白く。なりゆく山際はなんかもう少し明かりてぐらいのところ、うん。太田さん、ハッピーバースデーネームのりのりきのこ、うん。じゃんけん大会に参加するバウンディ君、うん。お姉さん、行きますよ。最初はグーじゃんけんチョキ、残念ながらチョキとパーの方は失格でーす。バウンディ、はぁ、あ、
おかしいよな。バーのやつが失格なのはわかるけどよ、なんでチョキもダメなんだよ。めんどくせえな。アイコは負けてねえよな。お姉さん、いやでも時間の都合あの仕方ないので。時間なんて関係ねえだろ。大切なのは参加者の気持ちだよな。グーとチョキ出してたやつで2回戦やってみろよ。お姉さん、わかりました。じゃあ2回戦いきます。最初はグー、じゃんけんパー、グーの方失格です。参りました。負けたよ、弱えな。続きましては、富永愛のスペイン土産、闘牛の頭蓋骨。小栗旬辻太郎、幼稚園ですね、先生、みんなお花の長い動物は、園児、ゾウさん。子供のバウンディーク、ペングだよな。先生、バウンディ君どうしたの。お花の長い動物、天狗もいるって言ってんだよ。そんな演じだった。百歩譲って、言わんで百歩譲って、天狗ザルだよね。一つの答えだけを正解にする、今の教育、学校教育、正しいのかな。多様性のこの時代にいろんな答えを受け入れてもいいんじゃねえのかな。短大で学んだこと思い出してみろよ。エンジ、先生、バウンディ君お漏らししてます。言うんじゃねえ。難しいこと言ってもお漏らしちゃうね。はい、ごまかしだ、ごまかしだったのね。宛先は郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールアドレスは爆笑アットマーク TBS.CO.JP まで、飛び出せバウンディ君の係までお待ちしております。 TBS ラジオ今月の推薦曲、リアクションザ・ブッダでドラマの後で。今日も399円の弁当をレジまで運ぶ21時、最近はめったなことがなければ自炊なんてしない、週に一遍くらいだろうか、ただいまってつぶやいてみたりする、大概たまんなくなってテレビをすぐつけるんだけど、この部屋に似合わない可愛すぎるぬいぐるみが誇りを取ってくれと僕を睨むんだけど、ごめんなお前の主人はもうここにいないよ、今はどこで何してんだろう、このまま買ってきてた2個入りのアイスを一人で
食べながら、やっぱ多すぎたかなんてちょっと笑ってゴミにしてしまう。勘違いを避けたくて君についた小さな嘘が積もり積もって君の心を隠して。鬼ヶ島に鬼退治するときに連れて行く動物を3匹選んでディベートするゲームです、うん、猿、犬猿キジ以外の動物をお互いに3匹選び、どのように鬼を退治するのか説明します、うん、より理論的に鬼を退治できそうな人が勝ちです、うん、判定は高橋さんにお願いしますということです、うん、はい、3匹だ、犬猿キジ以外の、うん、以外のですね。うわー、ね、これは難しいな、じゃあどうやって進めればいいのかな、じゃんけんでもないか。あー、じゃあまずはどうぞ。まずゾウは連れてくる、はいはい、うんと、まあ、力がとにかく強いんで、まあ、ゾウでしょ、うん、それから、ライオン、うん、あとやっぱ海渡っていくから、サメ、じゃあ私はですね、トラですね。トラ、ほうほう、トラと闘牛のあの何ですか、猛牛、うんうん、バファロー、バファローですね、うん、あとはもう大ワシ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 ね、うん、これはもう強いですよ。だってまずワシが、うん、要するにもうすごい強いですから。ワシって、あと上から、上空から来たら、鬼って、やっぱり、上に、上を向かないですか、上向くよ。鬼全然上を向けるじゃん。だってその、見たことあるんですか。いや、鬼自体を見たことはないけれども。じゃあ、わかんないです。だからそう、上向かないもわからないでしょ。でも角が見えてるってことは、上向いたら見えてないでしょ。角が見えてるから鬼だってわかるわけですよ。角があっても、それ上は向くでしょ、向いたところで。だ向いた方が好都合です、わしにとっては。それでガブッと、目玉くり抜いちゃうんですよ。いやいや、だってその逃げられるじゃん。あわしがいたら、あ、わしがいるっつって隠れようとか逃げるとか。いや、もうそんな、そんなスピードが違うんですよ。サメが。じゃあ、キジが倒せてなんでわしが倒せないんだよ。バーカ。バーカ。キジが倒せてなんでわしが倒せないんだよ。バーカ。まあね、キジも頑張ったよ。だけど、それよりも、もうそれは、まずサメですよ。サメなんかだって海に潜らなきゃなんともないですよ。だからもうそれでもすごいスピードで連れてってくれるからね。ああ、行く。一行を。その代わりゾウ乗せなきゃいけないけどね。乗れるわけないじゃん。サメに乗せんの。ゾウ。それぐらいのサメですよ。すごい、すごいんですよ。うん。うん、で、やっぱゾウは何かというと、あれ、鬼ヶ島の、うん、お城みたいになってるんですけど、そこの門がすごい頑丈なんですよ。うん、ね。で、あれを、まず、ぶち破るのに、うん、あれ確かに猿かなんかが、うん、なんかちょこちょこっと登って裏に回って中から開けるみたいな。そんなディテールあったっけ？俺が子供の読んでる絵本にはそうやって書いてあるけど。ね。だからそれはまあ多分絵本によっても違うと思うよ。うん、それ小説ある。小説っていうか、物語の種類によっていろいろあるんだけど。聞いたことない。うん、だけど、どうやって落ちたかなって聞いたことない。そう、その扉を思いっきり象がまずぶち破ってくれる。あ、それ間違ってますね。まず扉に籠城するなんてことないです。鬼ヶ島ですからね。鬼はやりたい放題やってんですよ。だから、桃太郎、なんでチョコ材なっつって、来るなら来いよぐらいの態度ですよ。だからもう、鬼ヶ島に着いたら鬼だらけですよ。だから、いや、だからそれ、そこに行くまでに、すごいでっかい門。ないの、そんな。それ、だからそれ、エンマだよと間違えてんじゃないの、地獄の。桃太郎です、桃太郎。いや、だから鬼ヶ島、鬼ですよ、はい。なんでそんな鍵までかけるの、やりたい方って、天下ですよ。だって鬼の天下、うん。だから人間が困ってんじゃない。だからそこに行くわけじゃない。それで、わしがまず。一応セキュリティは必要です。セキュリティなんてな、必要です。だっていうか、うん、そこで開けることが強さじゃない。そこで開けることが強さじゃないし、猿ができるのその程度でしょ。その後、虎が、バーンと噛みついて、さらに牛が角でだって、
で、その牛と虎で、牛虎っていうのが鬼ですからね。鬼で仲間じゃない。だから仲間じゃないんだよ。それが合体して鬼っていう鬼門みたいなことになっちゃったけど、ああね。でも本来は、善は牛虎です。牛と虎ですから、うん。それがもう言ってみりゃその力がある蝶々ですから。うん、でもそれで言ったらやっぱりライオンじゃない、百獣の王ですから。いやだからそれはライオンが一番アフリカでしょ。いやいや、アフリカにあるんですか鬼ヶ島が。いや鬼ヶ島はあれは日本だけどね、日本だけど、だからでもやっぱライオンは見たことないからね。いた鬼も見たことないから、鬼だって見たことない、でライオンっていうのはね、意外とあれはあのライオンはオスは強いですけども、のんびり屋さんですから、メスが全部狩りしますからね、ライオンってのは、うん、でも鬼にもやっぱライオンの強さはやっぱ鬼にもちょっとビビると思うよ、さすがに。だって根拠が弱いね、ゾウがさ突進してきたら鬼なんてもうどうしようもないからね。いやでもだから重さが違うから、あの鬼なんてせいぜい60キロ70キロ戦闘的なことじゃないんですよ、象、うん、ってだから確かに暴走したりね、象が本気でこう怒ったら怖いっていうのはあるけど、はいはいはい、本気で怒りますか。本来もっと怒りやすいのは虎なんです。虎はすぐ怒る。いやいつ怒ってるとこ見たことあるんでしょ、だって虎が怒って、いや虎はすぐ怒る、すぐ怒ります。動物園の虎はドラーって来ますからね。タイガーマスクそうでしょ。タイガーマスクはまた、でもそれトラ、その象徴だから。それでまた猛牛のあの牛ですよ。バッファロー、うん、ものすごい怒るじゃないですか。うん、で赤鬼なんか出てきてごらんなさい。いやー赤だからね。ああ強いな。赤鬼は強いね。うん、さあ高橋さんの判定はどっちの勝ちですか。はい、太田さんですね。そりゃそうでしょ。今日はこれ完璧に太田さんだと思います。何ですか、赤鬼はうまい。何ですかあなた、本当に。サメとか牛とか、牛じゃねえぞとか。はい。以上ですね。はい。宛先は郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ。メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp。ウーパンゲームの係までお待ちしております。火曜ジャンク。爆笑問題カーボーイ。 TBS ラジオ公演アンリ・バルダオール・ショパンピアノリサイタル、7月7日日曜日、東京赤坂サントリーホールで開催。神秘のピアニストと呼ばれるフランスの巨匠、待望の来日公演。ショパンの船歌、ピアノソナタ第2番、早々、第3番など名曲の数々をお楽しみください。チケットは各プレイガイドで販売中。詳しくはコンサートイマジンチケットセンター 03-3235-3777 03-3235-3777 または TBS ラジオのホームページイベント情報まで。山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。6月15日土曜日。サマーミューザは20回目、日本トップレベルのプロオーケストラが日替わりでお届けする真夏の音楽祭。パイプオルガン、ジャズ、子供フェスタなど多彩な内容で皆様をお待ちしています。フェスタサマーミューザ川崎はミューザ川崎シンフォニーホールを中心に7月27日から8月12日まで開催。チケット好評販売中。お問い合わせは 044-520-0200 ミューザ川崎シンフォニーホールチケットセンターまで。火曜じゃん、爆笑問題カーボーイ。さあ続いては、おこりん坊田中裕二。はい、こんばんは。田中裕二ですから始まる、いかにも田中が怒りそうな事柄を皆さんに考えてもらって、それを私田中が3段階で評価いたします。ラジオネーム横友、女性ですね。はい。太田さん、田中さん、こんばんは。はい。高校1年生の息子を持つ田中裕二です。はい。4月から高校1年生の息子が学校でタブレットを使うので、うん、近くの電気屋さんに買いに行きました。うん。まあみんなそうなってるんだね。使うね。その電気屋さんでは、機械の苦手な私のような人のために、学校で使えるように初期設定を8000円でやってくれるサービスをしています。うん、いい商売してんね。うん、
機械の苦手な私は言われてもわからないので、うん、書類は息子と電気屋さんに任せてお金を払ってその日は帰りました、うん、書類ってのは何だろうね、いろいろあんだろうね、まあなんかいろいろあんだろうね、うんうん、後日その設定のできたタブレットを取りに行くとメールアドレスには金玉アダムアットマークホニャララと、うん、金玉ね、うん、小文字で全部です、うんうん、金玉アダム、うん、アットマークホニャララ、うん、というアドレスになっていてびっくり、うん、なぜこうなってるのかと、うん、高一の息子に聞いてみると、うん、新之助の名前から SIN 新0120というアドレスを取れると思って第二希望は小6の弟に書かせたら、うん、弟が金玉アダムってアドレス書いちゃった書いてしまった小6の弟と言っていました。ああああおい金玉アダムって書いた小6の息子よお前何書いてんだよそしてそれを鵜呑みにして設定する電気屋どんな神経してんだよそれでいいわけねえだろ8000円も払ったのに一から設定し直した私は少し機械に強くなりましたよかったじゃねえか田中さんこれって誰を怒ったらいいのですか。いやー、まあ、ムカつきますよね。まあ確かにまあムカつくよね。まあでも誰か悪いっていうのでもだってそのねお店の人だってそう言われりゃやるだろうし、どうだろうね。ねえ、だからやっぱその高一のお兄ちゃんがさすがに金玉アダムって何、ね、なんか小6で結構まあまあなセンス。アダムって、アダムが出てくるのがちょっとねよくわかんないですけどね。うん、すごいね。なかなか洒落た洒落た小6だよね。小6だよね。うん、ラジオでもモンガ、うん、こんばんは大学生の田中裕二です、うん、シーラーの女性ですね、はい、とある日の友人とご飯を食べに行こうとした時兄にあ出かけるならこれ返してきてと DVD を渡されました、うん、私はめんどくさいなぁと思いながらも、うんうん、ご飯の帰りに友人と DVD を返しにレンタル店に行きました、うんうん、そこで店員さんを見てびっくり、うん、高校の時の憧れの部活の先輩だった、うん、ほうほうほう私はドキドキしながら DVD を返却しました、うん、元先輩の店員さんはなぜか怪訝な顔をして袋から DVD2 枚を取り出すと、うんうんうん、あこれうちのじゃないですね言いました、はあ、そして何気なく DVD を見ると、うん、なんと2枚とも AV だったんです。あま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 あ、ね、兄貴だからね、うん、私は恥ずかしさと恐ろしさと、うん、どうにか私のことを覚えていませんようにと複雑な気持ちでこれどこのお店のか分かりますか、うん、と恥を忍んで聞いてみると、うん、元先輩店員さんは、うん、あれもしかして丸丸ちゃんじゃないおと私の顔を見て言いました。私はあはいお久しぶりですと言ったものの二人の間には紛れもない AV が立ち上がりまあまあそうね、思い出に浸る余裕もありません。お元先輩店員さんはあの頃と同じ笑顔でこれどこの店のだと思うね。わからないな。ごめんね。と言い、うん、いいえ失礼しましたとそそくさと店を後にしました。私は兄に怒りを覚えながら友人と、次に兄が行きそうな店へ向かい、うん、確認しろよ。まず、なんで確認しねえんだよ。どうかこの店でありますように祈る気持ちで DVD を出すと店員さんはあっさりと対応してくれたのでほっとして帰ろうとしたところにこれ停滞してますね3週間分のあ延滞だ、ね、延滞してますね。
これ3週間分の延滞料金いただきますよ。ああとのこと。はぁ、あ、延滞だぞ、いい加減にしろ、私は払いたくもない。ああ追加料金の6820円をしぶしぶ払いました。ああバカに、いやーバカにだ。憧れと先輩との再会が AV で台無しじゃねえか。ああ爆乳溢れてる愛液、ゲリラ豪雨が止まらねえじゃねえんだよ。私の淡い思い出と金返せ、あと友人に謝れ。田中さん、これってムカつくでしょ。超ムカつくでしょ、これ。兄ちゃん、まず妹にそんな AV の返却を頼むな。ね、あとその兄弟に言いたいけど、店は確認しろよ。どこどこの、どこどこで借りたからこれ返してってね。え普通あれだよね、袋とかに、まあまあ書いてはあるんだろうけどね、うん、でもまあもう、もう大体いつもあそこじゃないかっていうのを。爆乳溢れ出る愛液、うん、ゲリラ豪雨が止まらない。バカ兄弟。はい、では続いてのコーナー、 CD 田中。はい、 CD の歌詞の一部分に田中義前、この番、この番組で喋ったセリフを無理やりくっつけて作品を作ってもらいます。なんでカバンつったの。この番組でカバンつったの。はい、ラジオネーム、これかぶりましたね。今に見てるキングドッカーンとラブリーネーム明太子、うん、アンジェリーナ佐野元春、それと5月14日、はい、1時32分頃の田中、うん、エンジンうならせた夜の闇の中消えてゆくオーエンジェリーナトゥームレイダー。違うっすか、アンジェリーナなの。別の曲になっちゃってる。トゥームレイダーじゃねえんだよ。ラジオネーム、今に見てろキングドッカーン。8月最初の水曜日、渡辺満里奈ちゃんだって、うん、それと5月14日2時39分頃の田中、誰かを好きになると独り言が増えるとね、恋は楽しいと言ったのね、誰、純じゃなかったっけ。いやいやいや、名倉純ね。確かに。名倉純ですけどね。でもすごいな、秋元康さんってこの頃からずっと、これも絶対そうでしょ、多分。そうだね。まあ、全部そうでしょ。全部そうじゃない、この頃の。ずーっとよ。なんかエコーかけすぎな感じだった、ね、今のね。うん、エコーかなり聞いてたね。あと今日、昨日かビバリーヒルズでさ、聞いてたら、島崎和歌子ちゃんの歌を、どうしてた かけたんですよ。で、松本明ちゃん。なんかもう、ここでしかかけてくんないって言うから、もうどこもかけてくんないけど、もう島崎和歌子ちゃんの曲かけますねっつって、ーゴールデンベストからっつって、曲は。ベストほどいい。曲ねえだろうって。プリンセス、プリンセスの世界で一番暑い夏のカバーですっつった。カバーじゃねえ。カバーベストじゃねえ。ベスト。カバーにすんなんだよ。やたらボーカルのボリュームの音量がすっごい低かった。昔のいろいろあんねん。ラブリーネーム明太子さ、出ました、その噂のキャラメルラブ、はい、松本明子、松本明子、はい、それと2回入りますね。5月14日1時34分頃の田中、うん、ちょっと待って、いい情報は、まあ、ことによってはいいんだけれども、お前すげえ最悪の情報を俺に実はくれてるからね、一回ね。マジで？いい情報だ。いい情報だったのね。キャラメルラブ。全然声違うね、また。エコーかけすぎだよね。喋ってることがわかんないもんだって。ラジオネーム、小栗旬辻太郎。後ろから前から出ました。畑中陽子。うん。それと2回入ります。5月14日、2時13分頃の田中。はい。後ろから前からどうぞ。後ろから前からどうぞ。
あ、じゃあちょっとこう、まずは、うつ伏せに。後ろから前から、うつ伏せで。ちょっと切れてた。うつ伏せで。面白いね、うん。妙に落ち着いてた。そうね。あ、じゃあちょっと、うつ伏せ。うつ伏せで。ラジオネーム。今に見てろ、キングドッカン。翼。キャンディーズです。うん。それと、2回入ります。5月14日、1時30分頃の田中。はい。私たちは、自分たちのことを、まだ、大人だとは思っていません。人間としても、まだまだ未熟で、例えれば、小鳥のようなものです。俺と澤部だけが、もう何にも話せないから、もう何のことか全く分かんねえから。でも、私たちは、私たち自身の翼で、飛び立ちたくなったんです。寂しくないって言ったら、嘘になります。でも、その勇気をくださったのは、皆さんです。三人しか分かんない会話を延々とされて、俺と澤部はもうずーっと黙ってた。確かに。確かにおっしゃる通り。殿堂入りで。全然分かんないこと言ってることが。澤部じゃなくても分かんないよ。分かんないよね。ねえ。人間ではありませんみたいな。これだから一番最後のやつで、B 面が、解散が変わってからです。の B 面なのかな。確か、なんかそんな、もう解散、のことだもんね、これね。お別れのね。例えばことね。意味わかんないですけど。はい。おはぎなどは郵便番号 107-8066 TBS ラジオ火曜ジャンク爆笑問題。